皆さんこんにちは、なもちです。まだまだ暑い日が続いていましたが、そろそろ秋めいてきましたね。寒がりの私にとってはまだまだちょっと夏を感じていたいところというわけで、今回はオーシャンビューのカフェにお邪魔してきた時の動画をお届けしようと思います。こちらは今年の5月ゴールデンウィークにお伺いしたクレのレストランカリブさんに向かっています。坂町というところにあるお店なんですが、ここが行く時にちょっとだけ迷いそうな感じがするので、ナビがある方はナビをつけて行った方が迷わずつけると思います。はい、ということでレストランカリブさんに到着。ゴールデンウィークだったので今回は予約をしていきました。連休中は予約をしておいた方が待つ時間も少なくていいと思います。もう店の入り口から海が見えますね。楽しみ。それでは店内入っていきましょう。屋内の席はこんな感じ。ちょっと見づらいですが、目の前に海が広がってます。前回はこちらの席にさせてもらったんですが、今日はお天気もいいのでテラス席を予約させていただきました。屋内の席を通っていくとテラス席に出ます。とっても開放感のあるテラス席。コロナ禍で席もかなり離してありますね。ゆっくりできそう。そしてこのオーシャンビューったらないですね。海の近くの方の席が空いたのでこちらに移動させてもらいました。ありがとうございます。オーシャンビューのカフェっていうのは行ったことあるんですけど、ここまで近いのはなかなかない気がします。わー、綺麗。時間忘れちゃいそうですね。あ、そうだった、メニュー決めないと。カリブさんの名物といえばこちらのプレートたちなんですが、ちょっと今回は控えめにしてデザートもいただきたいのでサービスランチの方にしようと思います。ちなみに前回来た時はこちらのプレート、エビ盛りプレートを注文しました。これがすごくって、数量限定ではあるんですが、エビフライ、エビグラタン、パンもついて、デザートまで全部ワンプレートで載ってます。とっても贅沢なプレートです。サービスランチからはたらことイカのクリームパスタとこちらのデミグラスハンバーグにしました。ディナーもやってるんですね。夜も雰囲気いいだろうな。待っている間、波の音、海の色、空の色に癒されてました。ランチのセットのサラダが届きました。とってもシンプルなシーザーサラダ。美味しい。続いてパスタも届きました。海鮮とシソがたっぷり乗ってますね。美味しそう。いただきます。テンション上がってます。すっごい爽やかでクリーミーで美味しいです。デミグラスハンバーグも届いて一口分けてもらいました。いただきます。こちらも美味しい。ランチセットはパンかご飯が選べるんですが、私はパンにしました。パンも焼きたてでサクサクでした。全部美味しいです。ああ、贅沢なランチタイムだ。食後はアイスコーヒー。こちらも苦くてとっても美味しかったです。ちなみに先ほどちょっと通った屋内の席はこんな感じ。海が間近に見えます。だんだん涼しくなってくるので今度はこっちになるかな。こちらもゆったりして座ることができます。こちらの席はワンちゃん同伴できないんですが、屋外のテラスだとワンちゃんも一緒に食べることができます。何組かワンちゃん連れてらっしゃいました。
席に戻ると、わあ、かわいいプレート。そうなんです、こちらのカリブさん、お誕生日や記念日などお祝いしてくれるプレートを出してくださいます。しかもこんな風に写真撮影までしてくださいます。記念の写真撮影までしてくださるお店はあるんですが、カリブさんは写真立てまで用意してくださって、もう本当にここまで丁寧なお店はないなと感じました。大切な記念日やお誕生日などサプライズにもとってもおすすめです。それではプレートに乗ってたいちごアイスいただきます。濃いくて美味しい。お外を見ていたら柿いかだがドナドナしてました。もうこれだけ見てても美味しそうって思っちゃう、私病気かも実はもう一つ注文していて、それがメインだと言っても過言ではないんですが、そちらを待っています。ドキドキ。なーにこれかわいいクマショコリキサーというドリンクです。クマさんが乗ってるのは分かっていたんですが、それにしても目の当たりにすると笑いが止まりません。可愛すぎる前回母の誕生日で初めてカリブさんに来させてもらったんですけど、その時にメニューで見てて一目惚れしてたんですけど、プレートが何しろ大きかったのでちょっとお腹いっぱいで前回は断念してたんですね。もうやっと会えました、このクマさんに。かわいい、めちゃくちゃかわいいので、飲むのがもったいないですが、そろそろ飲まないと溶けてしまうので飲んでいこうと思います。いただきます。うん、チョコの味がしっかりしてて美味しいです。バニラアイスも入ってる。中のアイスの部分も食べていこうと思います。うん、甘すぎず美味しい。クマちゃんの氷を溶かさないように、沈ませないように頑張って食べている私。クマちゃんに気を使いながら食べてはいますが、めちゃくちゃ美味しいです。あ、葉っぱ落とした。あ、沈んでしまう。おしゃれに見えるけど、手前のミント手前のミント、まあいいかでも本当に晴れて気持ちのいい日でした。最後はアイスとクマさんの氷も混ぜ混ぜして最後まで美味しくいただきました。綺麗な海を眺めながらゆっくり美味しいランチをいただきました。ごちそうさまでした。せっかくなのでお店の周りを少し散策。本当に綺麗な海ですね。こちらはテラス席の裏側までやってきました。こちら側からも海が見えます。はあ、なんとも癒される絶景です。心が洗われますね。うん、いい時間だったな。あ、そうそう、こちらにドッグランなどもありますので、ぜひペットを連れの方はテラス席もご検討ください。ドッグフードも販売されてるそうですよ。はい、ということでとっても美味しいランチでした。お腹も心もいっぱいに満たしていただいて、この後は少しだけ腹ごなしに歩こうと思います。カリブさんから車で10分行ったところ、こちらベイサイドビーチ栄へお邪魔します。こちらは海開きの時期になると駐車場有料になるんですが、それ以外だと駐車場無料で利用することができます。ちょっとまだ涼しかったのでサンダルなどは持ってきてなかったんですが、こんな風にコンクリートの位置もあったので濡れないように海に近づいていってます。オフシーズンとはいえゴールデンウィークだったので、お散歩されている方や釣りをされている方もいらっしゃいましたね。おー、海藻が見える。
靴濡れちゃうので近づくことできないと思ってたんですけど、こちらの防波堤っていうのかな、防波堤みたいなところから海の一番近いところまで行くことができました。整備はあんまりされてないと言ってもやっぱり綺麗だと思います。いいですね、のどかです。瀬戸内海はこれだからいいですよね。歩いていたら海岸なんですけど、アサゴみたいなとっても可愛いお花咲いてました。素敵。砂が入らないように気をつけながら海岸を歩いていってます。いいお散歩コースですね。5月上旬だったので少し肌寒かったですけど、晴れていたらあまり気にならなかったです。ウィンドサーフィンとかね、されてる方もいらっしゃいました。すごく羨ましくなったんですけど、多分入ったら、海水に入ってみたらすごい冷たいんだと思います。そうこうしているうちに、歩いていると、お、電車が見えました。呉線かな、呉線の水尻駅というところだそうです。止まったらすぐ海水浴場ってすごくないですか。車がなくても来ようと思ったら来れるんですね。さすが呉です。端から端まで歩いたわけではないですが、1200メートルほどこの坂のビーチがあるみたいで、たっぷりと海のパワーをもらって充電できました。とっても楽しい呉の坂を堪能した一日でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録、インスタ、ツイッターもフォローよろしくお願いします。ではまたね。